だってこのこと CD マルチケアですね、はい、マルチケアコンフォートでしたっけ。あ、まだ、前のままの前のご飯です。あ、そうか、 CD マルチケア CD の、はい、買い直して5300じゃないよね、5400だったよね。お水はどうです？それなりに飲んでます？はい。それなりとかやたら飲んでるってことはない？飲むの、はい。なんか少ないんですね。あ、少ない。うん。2匹いるので比べるとこっちの方が少ないな。少ない。永田さん、ちょっと処方変わったからそれに入ってください。だけどさ、書いたんで。この間もそうだけど、点滴して帰ってさ、すぐおしっこします？はい、します。それって結構大事なことでね。点滴したのおしっこ出るのは、具合が悪いですからね。もし履かなかったら、はい、あの1週間後、平日って来れます？平日夜ならなんとか。あ、本当。わかります。もし可能だったらね、金曜日の夜に来てもらってもいいですか？はい。土日が一番だったら9時ちょっと前にしたら来る。何曜日は？あ、平日だったら仕事の前に寄ることができる。でも治療しなあかんからさ、そうですね、夜の方がいいとね、はい。だからまあ日曜日がね。混む時ってめちゃくちゃ混むんですよね。申し訳ないんで待っててもらう。だからまあ可能だったらじゃあ平日の夜、はいはい、うん、で7時超えそうだったら電話しといてもらえば全然待ってますから、うん、はい、ありがとうございます。具合悪いと連れてきてもらってるんですよ。あんまり待ってもらってるの申し訳ないんですけど、どうしても順番通りやらんと。今日は元気です。今日元気です。元気ですか？こんな必死に逃げようとしてます。でもさ、体重が
体重がさ、要は55.5キロの人が54キロになっちゃったって感じですよね、はい、1週間で。だから猫ちゃんってね、犬に比べるとですね、痛みを隠す天才と言われてますからね。要はちょっとぐらい調子悪くても元気そうに見せる生き物だということは知っておいてください。だから反対に言うと、猫ちゃんがトンポンとしてたら相当具合悪いところですね。260で、1分ぐらいつまるので、はい、すいません、抗生症者はこっちに持ってきて、ほとんど1分で、はい、1分経ったら抗生症状を始めてください。今、はい、お腹は全体、中腹部、上腹部、中腹部、上腹部、中腹部、あとね、怖いのがね、水炎。10歳過ぎてくると結構水炎になってる子が多いんですよね、こちら。水炎って水臓ですね、うん、あの胃があって十二章があって、その胃と十二章のこう内側っていうかね、下側にあるんですけど、水炎になってくるとお腹痛いんですよ。でひどいとね、もうすごいひどいと吐いたり下痢したり、ご飯も食べなくなるわけだけど、ひどく なる前、うん、軽い水炎だとさ、食欲不振が出たりとかさ、それから何だっけ、吐くとかね、そういうことも出てきますね。まあ、いや、あるかどうかは分からないですけど、でも一応、この間私検査したじゃないですか、はい、リパーゼっていう検査項目が水炎をあるかないか見るんですけど、18で正常です、30以下。ただね、このリパーゼっていう検査は水炎があっても感度は 60% ぐらい。とかどういうことかっていうと、18でも、まあ、60% の子はまあないよと。でも残りの4割の子は数字が正常でもある可能性があるよと。その程度の検査ですね。で、もう5年ぐらい前かな、水炎の検査の血液検査でね、スペック FPL が出てきて、それは感度が 90% 超えてるから、それを調べるとやっぱりリパーゼ正常でもそちらがあるっていうのもいいんですね。で本当に水炎の症状が表立て出てくると、うん、あの膵臓って何ていうのかな、肝臓とかさ近いから、うん、肝臓も悪くなってね、うん、僕もいるんですけど、肝臓が悪くなったりすると胆汁の流れが悪くなってくると、うん、黄色くなってきちゃう。太ってる猫ちゃんが48時間、24時間から48時間食べなくなると肝リピドーシスって言って脂肪肝になって、やっぱそれでも結構流れてくると思います。はい、でだからちょっとでも食べてくれてればね、はい、いいんだけど、本当24時間何にも食べない、飲まないだと10歳児の子はその睡眠も気をつけておかないといけないかなと思いますね。昔は水炎はね、検査してもわからんかった、そんな検査項目なかったからさ、なんでだろうねって終わってたんですよ。で、まあレントゲン取るとなんか膵臓の辺がちょっと白っぽいかなって言ってちょっと炎症があるかなとか言ってたんだけど、頑張ってる、ごめんね、もちろんやってて、これが吐き気止めの強力のやつです。マロピタント、マロピタントっていう成分の吐き気止め、まあ、商品名はセレニアですけど、もともと動物薬では2年ぐらい前から出てきて、もともと人間では抗がん剤の時に吐き気が出るでしょ、それに使ってるやつだから、オート中枢を抑制するから、かなり吐き気止めは出上がりますね。はい、じゃあいいよ、はい、話してよ。
最後にね、ちょっと注射打つよ。はい、じゃあ注射の吸収を良くしておしっこがしたくなる薬、うん、総合ビタミン剤と心臓とか肝臓の機能を高める薬、はい、抗生剤と、ちょっと本数多いですね、止血剤、痛み止め、じゃあ最後にこれちょっと痛いんです、他の注射よりは、全然耐えてますね、偉いです、冷え止めですね、それでちょっとお酒いかがですか、ウェットブラシ用意してください。ブラシングと洗顔と。よいしょ。あ、いや、そうそうそう、いや、こっち向いて。顔をこっちにしてください。すみません。